生成文法、生成文法、生成文法は、ノーム・チョムスキーの言語理論の論理構造、ザ・ロジカル・ストラクチャー・オブ・リングイスティック・セオリー、s 1 9 5 5 1 9 7 5文法の構造、シンタクティック・ストラクチャー u 1 9 5 7といった著作や同時期の発表を契機として起こった言語学の理論である。チョムスキーの示した、 ドグマドクトリンとしては、脳の言語やに損傷を持たない人間は、幼児期に触れる言語が何であるかにかかわらず、驚くほどの短期間に言語獲得に成功するが、これは言語の初期状態である不変文法を制徳的に備えているためであると考える。生成文法の目標は、定常状態としての個別言語の妥当な理論を構築し、記述的妥当性。 第一次言語獲得における個別言語の獲得が成功する源泉としての初期状態である UGE の特定とそこからの可能な繊維を明らかにする説明的妥当性ことである。そして言語を司る機関を心脳のモジュールとし、言語学を心理学、生物学の改良域とする。しかし以上のような考えが根底にはあるがテクニカルには主として 構造規則からの生成、数学における生成に由来しており、むしろ定義の意味に近いによる文法、複構造文法を主として言語、もっぱら自然言語だが、次に述べるように形式言語にも波及したを扱うことを特徴とする言語学である。またチョムスキーによれば、生成という語は明示的であるということを意味する。ただし、生成の意味には、 変化があるとして、ジェームズ・マコーレーの批判がある。チョムスキーはそれを否定しており、変化はないとしている。言語学的には、自然言語を対象として広がった分野であるが、前述のテクニカルな面は、形式言語との親和性もあり、チョムスキー階層などは、形式言語とオートマトンの理論と呼ばれる、数理分野における、基本概念となっている。生成文法は、論、形態論、 意味論、言語獲得など一般に扱うは統合論が主となっている。以下では、統合論に話題を絞り、他の領域に関してはそれぞれ関連記事を参照されたい。生成文法のうち、変換を含む言語理論は計算上非現実的として、変換を含まない生成文法があり、区別して、非変換、論的生成文法ということがある。生成文法以前に、 アメリカで主流であった言語学は構造主義言語学であった。ヨーロッパにおける構造主義言語学と区別してアメリカ構造主義と呼ばれることもある。ヨーロッパにおける構造主義語学は一般にソシュールが外され、いわゆる近代言語学とも。なお単に構造主義で特にヨーロッパの側の方を指すことも多い。アメリカ構造主義言語学は 与えられた音声データから一定の手続きに従って、音韻論、形態論、統合論と記述を進めるというものであるが、音素や形態素の分類が行われれば、一応の目的達成とさるものであった。これは、ヨーロッパの言語とは、系統的に無関係で、アプリよりに分析の方法が与えられていない、ネイティブアメリカンの言語を記述するための、 方法論として発展してきたこと一つの大きな契機としている詳細は構造主義言語学の記事を参照。関連事項として当時の心理学は行動主義心理学の前世紀であり、人間の行動を全て刺激とそれへの反応が一般化したものと捉え、直接観察可能でない心的現象行動についても観察可能な行動を還元する傾向にあったことが挙げられる。 心的現象に関わる意味論は心理学のこのような傾向に補調を合わせる形で優先順位を後にされ、生成文法の方がきと時期的に重なる成分分析まで延期されていた。また、アメリカ構造主義は科学的方法を看板としていたが、科学哲学としては論理実証主義を背景として検証可能なもののみを言語学の対象としていたが、その対象を自ら狭め、 また、音素、携帯素の認定に意味が果たす役割には、無自覚であるか、あえて不問に付していた。その結果、アメリカ構造主義においては、多くの言語を対象としたデータの膨大な蓄積をもたらしたが、その一方で、伝統的言語研究とは、断絶状態となって、多くの重要な説問は禁止された状態にあり、データの蓄積が、言語に対する洞察を深めることにはならなかった。 生成文法は合理論に組みし、アメリカ構造主義の経験論に対立する。聖徳的な知識に関しては古代イギリシアの哲学者、プラトンの対話編、メノンに現れる、数理的知識の議論がある。文法としては古代インドのパーニニによる文典が、最古の生成文法とされる。チョムスキーが生成文法をデカルト的カーティジアンと関していることからわかるように、 ルネデカルトの思想は、生成文法に大きな影響を与えている。また、アメリカ構造主義の重要な言語学者とされる、レナード・ブルームフィールド、エドワード・サピアの研究に、生成文法を選手する考えが含まれており、また伝統的研究に属するといえる、オット・イエス・ペルセンの英語の分析は、現在においても重要な影響を与え続けている。 基本質的な要因の関与を排除して理想化を施した個別言語の話者の脳に内在する言語機能を言語能力と呼び、それを利用した注意力、記憶力の限界、発売との変更、物理的制約などの要因の影響を受ける言語使用の側面を言語運用と呼んで区別した。言語能力と言語運用の区別はしばしばソシュールのラングとパロールの区別と対比されるが、 これらは、社会的側面と個人における実現という区別であり、全く異質なものである。生成文法は、言語現象のあらゆる現れをデータとするが、そこで重要なのは、母語話者の判断である。母語話者の判断は、その人が持つ言語の直感を反映するが、そこには、様々な要因が組み合わさって現象する。その直感を反映した判断を容認性と呼ぶ。 上で述べたような事情から、容認性判断は、言語能力を直接反映したものとは言えない。研究の過程で基本質的な要因を除外していくと、最終的に目的としている文法にたどり着くと、考えられる。この文法に照らし合わせた、構造記述の的確性をと呼ぶ。究極的には、真の文法が得られた場合に限り、文法性の評価が可能となる。なお、 言語学の慣用として、容認不可能なデータの前に、アステリスク、星印を、容認不可能とは言えないが、許容度のかなり下がるデータの前に、オフすことになっている。生成文法は、言語獲得を説明することも、課題として掲げている。乳幼児は、第一次言語獲得において、生後半年ほどで周りの大人の話す個別言語の、弁別蘇生、例えば音素を特定し、 一年ほどで多くの音と意味の結びつきを覚える。さらに一語分の時期を経て二語以上の語からなる構造を持った発話を算出する頃には基本的な統語構造をほぼ獲得しているものとみられる。言語獲得は、正徳的な初期状態である UG、普遍文法から定常状態である個別言語への遷移と理解され、生成文法は自然言語であれば、 どのような個別言語の状態へも、遷移可能なだけ豊かで、第一次言語獲得が短期間になされること、自然言語としてあり得ない言語へと、遷移できないことを保証するだけ、十分に制限された UG を特定することを、課題の一つとする。この課題を達成する理論を、説明的妥当性を備えた理論という。生成文法以前には、 生徳的構造を仮定せずに類推によって言語は獲得されると考えられることも多かったが、類推の基礎になるデータがないにもかかわらず、自由に構造が生成されるという事実がある。これは、プラトンの問題、言語獲得についての論理的な問題などと呼ばれる。また、幼児は、どのようなものが正しいかという情報を得ることができない、故、否定証拠の欠如も指摘される。 説明的妥当性を持つ理論は、初期状態である、不変文法、UGE の性質を記述する。では、UGE の性質を知るには、どのようにしたらよいのであろうか。以下は、黒田成功の説明に基づく。子供は、自分の周りの大人が話す個別言語、L のデータを元にして、L を獲得する。その際の、データを入力として、個別言語を出力とするものを、 言語獲得装置、L アングアゲ、A、キッション D、デバイス、ラ a t ということがある。ラ a t を関数とし、そこに入力されるデータを、リットルとすると、言語獲得を次のように定式化することができる。例えば、日本語、J の獲得、英語、E の獲得、アラビア語、A の獲得、言語、LN の獲得を次のように表すことができる。ここで、言語学者には、 言語獲得に決定的となる情報の相対、関数ラットへの入力イコールゲータがどのようなものかを知ることはできない。しかし記述的妥当性を備えた文法は出力としての個別言語を知っている。このようなことから言語獲得において関数ラットとそれへの入力は未知であるが、その出力である個別言語を基地として連立方程式を立てることができ、ラットは その連立方程式を解くことで求めることができる。ラットは UG の定数である原理と変数であるパラメータおよびパラメータの指定方法によって構成されると考えることができる。生成文法は1950年代の発足当初から理論の積み重ねを経て今日に至っているが、その積み重ねは小さな修正の集積だけではなく非常に大きな枠組みの変革も含まれている。 挙手的に見ると、生成文法はこれまでに3度の大規模な理論的変革を経験している。概念的、思想的な側面では一貫しているが、議論を進める上での技術的な側面では非常に大きな変更がなされてり、変革を機に生成文法の研究を離れる研究者が現れたり、また、変革が起こるたびに一貫性のない理論であるという批判を受けるなどしてきた。こうした、 大幅な理論の変革は、生成文法の特徴の一つとなっている。しかし、新たに提示される枠組みは、以前の枠組みで説明されてきたものを、メタ的に説明できるようになっており、道具立て自体は、破棄されても、それまでの理論的蓄積はより一般化された形で、明かされる。つまり、生成文法では、新たな理論が全く恣意的に作り出されるのではなく、従来の理論を、 より一般化するように理論が発展してきている。生成文法の枠組みの変革は以下のようにまとめられる。この理論的変遷を歴史的に見ると以下のようになる。すなわち、当初は考えられる規則を網羅的に記述していたが、規則が増えるに従い体系が煩雑になったため、1970年代の終わり頃から1980年代の終わりにかけて可能な規則を規定する。 メタ規則や誤った文を排除する制約が考えられた。これは原理とパラメーターのアプローチと呼ばれ、言語は普遍的な有限の原理と個別言語ごとに規定されたパラメーターからなると仮定されている。1980年代の終わりからは、言語を計算とみなし、経済性や最適性に着目した極小主義プログラム、ミニマリストプログラムが提唱された。チョムスキーの著書、 文法理論の書層、シンタクティックストラックチャーズ SS1965 年では、アメリカ構造主義言語学の ICE 分析と呼ばれる文の分析方法が、構造規則によって改めて捉え直され、例えば、という文にはという分析が与えられ、次のような連続し順序付けられた構成素に分析していく書き換え規則によって導出される。 でくくられた要素は、任意要素である。は、範疇の結合を表すものとする。区構造規則は、順序付けがなされていない。個別言語は、S の集合とみなされる。S は、文、センテンスを示唆しており、区構造の派生の端緒となるため始発記号と呼ばれる。NP は、名詞区、ナウンフレーズ。VP は、動詞区、バーブフレーズ。N は、名詞、ナウン、V は、 動詞、バーブである。デッドは、限定詞、ディターミナーと呼ばれ、伝統文法でいう漢詞のほか、マイ、サム、エブリーなどの要素を含む。終端記号は A、ガール、ボーイ、ライクとのような語彙項目である。書き換え規則の適用は、終端記号にたどり着くまで、再帰的に適用される。区構造の派生は非終端記号のみからなる、記号列。 非集端記号と集端記号非集端記号からなる記号列、集端記号のみ非集端記号のみからなる記号列となり、上の文の派生を集合論的に示すと。となる。再帰制はしばしば人間言語の最も根本的な性質として挙げられる。ところで、SS ではこのように複構造規則を定式化した後、 このようなタイプの規則だけでは派生できない構造が指摘された。そのような構造を派生するために新たに導入されたタイプの規則が変換規則である。変換規則の例として受動変換がある。受動変換は概ね次のように述べられる矢印の前の部分を構造分析、後の部分を構造変化という。構造分析は変換に関わる要素だけが示される。 その要素以外の部分、体で示される部分にも様々な要素が存在するので、構造分析は連続しない要素同士の関係に言及している。変換によってもたらされた構造は非連続構成素を含んでいる。このような構造は文脈自由文法では導けないとされる。またこの点を無視したとしても、能動文とそれに対応する。 受動文をそれぞれ別の区構造規則によって導出することにした場合、重要な一般性を失うことになる。これら二つの問題を解決する装置として導入されたのが変換規則である。なお、変換規則を含む文法は、チョムスキー階層におけるタイプマイナス2文法、文脈自由文法をより力でなければならない。しかしながら、変換規則なしには、 自然言語を記述できないとされた。上の例に受動化変換を適用すると次のようになる。これに次のような接字を動詞に転化する変換が適用される。これが音韻部門への出力となり、B パスとは、バス、Like n は、Like D という規定構造に写像される。標準理論は、チョムスキーの文法理論の諸層において、 SS 以降の発展が整理された理論である。カッツポスタルの仮説に基づき、意味は、不構造規則で生成された、深層構造と呼ばれる表示から、未解釈され、この深層構造に受動化変形などの変形規則を適用して、表層構造が与えられ、この表示が音声への出力となる。すなわち、変形規則で文の意味は変わらないとされた。標準理論までの研究では、 技術的妥当性の達成が当面の課題とされ、その過程で様々な変形規則が提案された。この時期までは伝統文法との親和性も高かったと言える。しかし、いくつかの点で大幅な転換が必要となっていった。まず、変形規則の適用を受けた表示で意味解釈をすると考えなければならない現象が出てきたことが挙げられる。 このような経験的基盤からカッツポスタルの仮説は棄却された。また、無制限に変形規則が提案される中で、その中に一般性が見出されるものがあること、あり得る変形規則というのは極めて制限されていることなどが分かってきた。X バー理論は、このような流れの中で提案された理論である。例えば、NP、名脂は必ずそのヘッド、主要部として、 n を含み vp, 同しは v を含むといった内心構造に注目し、任意の範疇 x は、中間投射 x を経て xp に投射される、という次のようなスキーマにまとめ、区構造規則の中の一般性を抽出した。それと同時にザエネミー、enemy, s ディストラクションオブザシティという np をザエネミーディストロイドザシティという s から派生する変形規則は、 ご異論者の仮説に基づいて帰却しながらそれらの構造のあ共通性を捉えることができるようにした。1980年代後半になると、構造規則を完全に一般化し、文を補文標識コンプを主要部とする当社とし、その補部には屈折時インフルを主要部とする当社があり、名宿も D を主要部とする当社と考えられるようになった。上に挙げた構造は、 X バー理論の一般化によって次のような構造に捉え直される。も、可能な変形規則を制限する方向を進めていった。この規結として変形規則は任意の要素を任意の位置へ移動させるムーブアルファー、アルファーを移動せよというただ一つの変形規則に修練した。例として WH 移動を取り上げて考えてみよう。次の構造では コンプが極めて近い局所的位置である指定部、スペックが WH 要素に占められていることを必要とする。しかし WH 要素は要求された位置ではなく平常文で動詞に要求される位置と同じ位置に止まっている。この構造は不適格となる。それを避けるためには WH 要素がコンプのスペックの位置に移動すればよい。この際、 WH 要素があった位置には痕跡が残され、この痕跡が同士との関係を満たす。ただし、必要に応じて常に移動できるというわけではなく、境界理論によって制限される。次の例は移動によって WH コンプが要求する位置を占めているものの移動が別の WH 要素を超えて適用されている。WH 要素は WH 島という規則適用に対する不透明領域、オペークドメインを形成するため、このような規則適用は適格性の度合いを低くする。このような枠組みでは、WH 移動という変換規則を立ててその性質を詳しく述べるのではなく、ムーブアルファが必要に応じて、かつ様々な制限に抵触しないように適用される、というように捉え直される。 このような進展に伴い、説明的妥当性を満たす理論の構築が、研究課題として浮上してきた。ここに説明的妥当性、すなわち、第一次言語獲得における重要な事実を、捉えられるだけ、十分に制限された論が必要であるという要請と、記述的妥当性、すなわちそれまでの研究で明らかになった個別言語の多様性を捉えるに足る変異幅を持った理論が、 必要であるという要請の間に強い緊張関係が生まれた。これを捉えようとして1970年代末以降整備されてきた枠組みがギガバイト理論であり、より一般的には原理とパラメーターのアプローチである。ギガバイト理論における文法の構成は次のような図式で示される。表層構造が PF と呼ばれる音声表示と LF と呼ばれる意味表示に、 結びついているというモデルに変更された。また、深層心理などの連想で誤解を呼んだ、深層構造、表層構造といった用語が避けられ、位置づけの変更に伴って、D 構造、S 構造という名称が与えられた。この枠組みにおいて、統合論における比較研究、対象研究が加速した。ミニマリストプログラム、極小主義プログラム、最小主義プログラムとも言うは、 原理とパラメーターのアプローチの中で、チョムスキーの1980年代末の講義及び、論文から徐々に形成されてい、研究の方針である。極小主義者のテーゼ、自然法則は無駄がないに照らし合わせ、言語機能独自の装置と考えられるものを限りなく、そぎ落としていき、必要最低限のものしか残さなかった場合、言語とは、どのようなものになるか、 ということを考えようという問題意識である。まず音声の聴覚像、手話の視覚像、意味の三者をなくすと研究が不可能になるため、感覚から運動系と概念、意図系へのインターフェースに関わる条件は最低限、必要である。これ以外に何が必要か。計算対象となる要素同士を結合する操作、併合は必要であるが、 それ以外はどうしても必要だという根拠がない限り採用しないという原則を取る。さらに従来から理論の評価尺度として取り入れられていた経済性の概念を明確化し、それが言語のどのような側面にどのように関わるかということを考察対象とする。また、計算の最適性ということも明確な問題とされ、その性質が考察されている。 このような流れの中で最適な言語のデザインという考え方が生まれ、これを義務仮説として決定的な経験的基盤なしにはいかなる装置も棄却されるようになった。このようなプログラム遂行の中で今まで用いていた概念が大部分省略されることになった。例えば、X バー理論は余分なく構造標識を基本として含んでいたが主要部の選択関係と 構造構築の経過だけ見れば、十分という即構造、バレフレーズストラクチャーのもと、表示の経済性という観点から、余剰的となった、XP、X といった投射を表すための記号はすべて、取り除かれた。また、統卒、束縛というギガバイト理論を特徴づけていた概念も、徹底的な検証によって、別のものに置き換えられるか、取り除かれるかされている。 レクシコンと統合部門のインターフェースとして、派生の端緒をなしていた D 構造も解体され、派生の端緒としては、かつてのサイクルに相当するフェーズ、総ごとに5位の小分けがなされた LAA、5位列、あるいはそれを行わないニューマレーションに置き換えられた。このような問題意識の中で、説明的妥当性ということに、初めて着手できるようになったとされる。 そしてこのことは言語の計算体系を他の認知体系や生物学的特性の中に位置づけうる見通しが立ちはめている。1970年代までには意味部門に変形規則を適用して直接表層構造に写像する生成意味論の研究が展開された。この理論は統合論で扱うべき対象を数多く供給したが、 解釈意味論との間に激しい論争があり、その後消失した言語学戦争と呼ばれている。かつて解釈意味論が優れた理論だったため、生成意味論は棄却されたとの見方があったが、ハリスやゴールドスミスなどの研究によってこの見方は否定されている。生成意味論の研究者の一人であるジョージ・レイコフは認知言語学を提案し、生成文法を批判する最大の勢力となっている。 生成文法は他のいくつかの理論と対立してきた。生成意味論との論争はその最大のものである。しかし、対立した理論を常に完全に否定するわけではなく、対峙する理論の優れた点を自己の理論に取り込むということもしばしば行われている。例えば、原理とパラメーターのアプローチにおける原理の一つである、シータ理論は、フィルモアの提示する核文法における、 真相核、意味役割を参考にしている。また、ミニマリストプログラムにおいて、ますます重要性を増す LF も、その元となるアイディアは生成意味論が多く寄与している。その他、併行と即構造は、半中文法や HPSG に見られる単一化、ユニフィケーションに相当する。生成文法には、規定となる構造に対して変換を用いて、 表層的な構造を得るという多層的アプローチ、マルチ、ストラトルアプローチと変換を用いず同一の構造内での計算によって構造を得るという層的アプローチ、モノ、ストラトルアプローチという二つのタイプがある。チョムスキーのアプローチは前者に相当する。多層的アプローチで変換規則を用いる文法は少なく見積もって、チョムスキー階層においてタイプマイナスに文法。 文脈自由文法より強力である。現実のコンピュータに対応するのは制限されたチューリングマシンである。戦場誘拐オートマトンであり、これが扱い得るのはタイプマイナス -1 文法、文脈依存文法までである。実際に現在のコンピュータに変換規則を実装しようとすると、可能な組み合わせが指数関数的に増加し、組み合わせ的爆発。 計算論的爆発を起こす場合がある。そこで、1980年代前後より、コンピュータへの実装という観点で、より現実的なタイプマイナスに文法よりやや強力であるところに、押さえた単層的アプローチとしての非変換論的、生成文法が提案されていい。中でも一般格構造文法、GPSG と、その発展である、主軸道区構造文法、HPSG。G タグ、ツリー、アジョイニング、グラマーなどが、コンピュータ科学においては、変換論的生成文法よりも、集中的に極むされている。HPSG、主軸動区構造文法は、カール・ポラードとアイバン・サグが唱える生成文法の一種で、ある。この理論は一般格構造文法の直接の継承である。コンピュータ科学、データ型理論と、 知識表現のような生成文法外の分野や、フェルディナンド・ソシュールの記号の概念も採用している。並列処理を配慮した文法構成をしているため、自然言語処理の分野によく用いられる。HPSG の理論は、原理群、文法規則群と通常は文法に属するとは、みなされていない歴史根から構成されていい。形式化は、語彙主義に基づいて行われる。このことは、 レクシコンが単なる語彙項目の羅列であるということ以上のことを意味しており、レクシコン内部が豊かな構成を持っている。各語彙項目に階層構造をなす、タイプを縦記号を基本的なタイプとする。語は、フォン、音声情報と、シンズム、統合情報と意味情報という二つの蘇性を持ち、これらはさらに階層性から構成される。記号と規則はタイプ付けされた。 蘇生構造として形式化される。HPSG の形式化に基づく様々な公文解析器、パーザーが設計され、その最適化が最近研究されている。ドイツ語の文を解析するシステムの一例がブレーメン大学から公開されている。木接合文法、ツリー、アジョイニンググラマー、タグは、計算言語学や自然言語処理でよく用いられている。 アラビンド上司の暗出した形式言語である。文脈自由文法に類似しているが、書き換えの基本単位は記号ではなく木である。文脈自由文法は、ある記号を他の記号列に書き換える規則を持つが、ダグは木の接点を他の木に書き換える規則を立てる。木及びツリーデータ構造を参照。ダグにおける規則、補助樹、オーグジリアリーツリーズとして知られるは、足接点。 フットノードという特殊な接点を歯とする樹上図で表される。根の接点と足接点は同じ記号でなければならない。始発樹、文脈自由文法の始発記号と同じから始まる。書き換え操作は補助樹を典型的には歯ではない接点に付加、接合することにって実行される。補助樹の根、足のラベルは付加する接点のラベルと一致し、この操作で 付加対象となる接点を上下に分割する。髪型では不可している木の根と結合し、下方では不可している足と結合する。これがタグの最も基本となるものである最も一般的なタグの変異型ではさらに代入と呼ばれる書き換え操作が加えられるし、また他の変異型では木に複数の足接点を持つ部分樹やさらなる拡張を許している。 タグは弱生成能力に関してそれ、自体を文脈自由文法よりやや強力にするような一定の特徴を備えているが、チョムスキー階層に定義されている文脈依存文法よりは弱いためによくやや文脈依存的な文法であると特徴づけられる。やや文脈依存的な文法は一般的な場合においてパーザを効率的に保ったまま自然言語の モデル構築としては十分強力であるという予想が提示されている。認知言語学の分野から非を含む雇用論的な現象や他の様々な要因が統合現象に大きな影響を及ぼしているとして言語の自律性の仮説に批判がなされている。言語現象を人間のあらゆる知的活動との関係の中で捉えるべきであるとしている。また認知言語学は 生成文法の合理論についても、経験基盤主義的立場から批判している。個別言語を記述する立場からは、生成文法が英語圏で理論化を始めた後、その理論に、都合の良い、健在主語不可欠の英語中心に、言語や言語データを恣意的に選択していると批判される。また、生成文法の扱う公文が、極めて限定的で、 個別言語の体系的記述にたどり着かないという批判がある。さらにデータとして扱われる文の許容度に対する内政判断が恣意的であるとする批判がある。ただし、これは研究者の立場がやや記述よりであるか理論よりであるかによっても若干傾向が異なる。前者の場合は文の許容度を根拠にある程度機能的に理論を展開するが、 後者は理論から演疫的に文の許容度を示す場合もあり、計算上は矛盾がなくとも一般的な言語直感からはかけ離れたデータが示される場合がある。5. おさむき